ベーシスプレゼンツ BJJ ウェーブ、橋本健也です。今回はですね、愛知県名古屋市のスタート、何でしたっけ、ジャパンですね。スタートジャパン、スタートジャパンでしょ。スタートジャパンね。はい、じゃあもう一回来ます。3、2、ベーシスプレゼンツ BJJ ウェーブ、橋本健也です。今回ですね、愛知県名古屋市にあるスタートジャパン、こちらの方に、お邪魔しております。自己紹介お願いします。スタートジャパンの日置初です。はい、よろしくお願いします。スタートジャパンの前田圭です。よろしくお願いします。はい、今回このお二人と、K 前田さんとはね、もう俺がずっと LA 時代、そうだから K、 俺の中では K 前田なんですよね。前田とかも呼ばないですよね。そう、 K さん、 K さん、そう、 K 前田さん家に、あれいつでしたっけ、レッスルマニアがあのアトランタでやった時、あの時でしたっけ、あの時に止めてもらって、ね、スロースアライと一緒に飛ばして、スロースアライとかいいですか、 そんなこと言って、であそこに行って、だけどあれです、ダーシマとかね、あーそうですね、高島さんもそうだし、ね、あそうですね、まあ、で日本のMMA ファイターで呪術家がいつも K さんちに居候するっていう、なんか上演的なところがあって、だから結構前から来てるけど、今回日置初さん、はい、俺ほぼ初対面なんですけど、はい、呪術黒帯なんですよね。ああそうですね。いつ黒帯になったんですか。ちょっと呪術的な、はい、呪術っていうか、まあ、キャリア的な、格闘技的なキャリアからちょっと聞きたいんですけど、はい、もともとアライブですよね。そうです、ずっとアライブです。ずっとアライブ、はい、でずそこでじゃあ、今何歳ですか。今35です、ね、35、はい、でいつから格闘技やってたんですか。15の時にアライブに入門しました。で、はい、でそこからずっと最初 MMA。 そうですね、まあ昔の時代なんで、今ほど柔術 MMA って分かれてないような時代ですね。はいはい、はい、まだ日本に黒帯とかほとんどいないような時代からで、はい、15ってことは20年前。20年前っていうと、そうですね、99年、98年ですね。98年、あ、じゃあ98年から格闘技やってる。そうです、はい。アライブっていつからですか。じゃあアライブ創設から。そうです、できてもうすぐからです。あ、そうなんです。じゃあアライブ98年からなんですか。そうですね、はい。でじゃあそこで始めて、はい、でずっとそこでやって、じゃあ黒帯になったらいつですか。黒帯、シュートのベルトを取ったぐらいだと思うんで。シュートのベルトって黒帯になっちゃったんですか。シュートのベルト取ってちょっとしてぐらいからですかね。で黒帯になったんですか。そうですね。そういうきっかけなんですか。そうですね、まあ、でもチャオビのからあれで試合も出てないですから。あ、そうなんですね、はい、そうだから全然俺 MMA が詳しくないんで、はい、けどあれなんかベルトいっぱいあるじゃないですか。あ、はい、何のベルトですか。あれは TKO っていうあのカナダの団体のベルトと、はい、戦国 SRC のベルトですかね。戦国、はい、シャンジが出てた、ホジャグレシー。あ、そうですね、はい、あった SRC、はい、高島さんが潰したと同じみいや、あかんでしょ、そんなこと言うたら高島さんとかいろいろあったとこですよね、戦国。まあ、そうですね、はい。めちゃめちゃ言って、ね、いや向井さん、向井さんですよね。向井さんですね、いやそんな。そうだから K さんはなんか MMA の物価の、いやそんな物価とかじゃない、ただのもうお世話なんかお通夜とかするしないみたいな。それで物件されてたんですか。 TKO だもなんだろう。あ、 TKO とかは違うんですけど、うん、はい、でもアメリカ行った時に止めていただいて。じゃあアメリカの大会も出てるんですね、 MMA。 アメリカはUFC だけですね。あ、UFC 出てる。はい、それし。あ、UFC なんですね。いつですか。UFC はいつでしたっけ。2011から11からですかね。あ、じゃあ結構前。そうですね。あ、じゃあ結構もう UFC が日本に来る前よりから出てるんですね。そうですね。最初の埼玉アリーナの時も出てますね。日本大会。あ、そうなんですね。はい、あれっていつですか。日本でやったの。12年ですね。2012年。はい。あ、その時まだKさんアメリカっすよね。僕アメリカっすよ、もう、はい、全然アメリカっすね。あ、じゃあその時見に来た人なんすか。で日本大会はそうですね、はい。へー、見ましたね、はい、その時誰とやったんすか。バート・パラゼルスキーっていう、ロシア人。いや、ジェフ・カーランのところの選手ですね。へー、あ、じゃあ UFC も何戦もやってるんですか。そうですね、7戦ぐらいですかね。あ、じゃあ結構やってますね。あ、いや、もっと9ぐらいやってんじゃん、この話。そんな感じ。あ、じゃあもう MMA はもういっぱいやってるんですね。そうですね、
MMA も何戦、じゃあシュート、最初シュート、最初シュートですね、はい。チャンピオンとかなってるんですか。シュートベルトって言ってます。一応何級ですか。でシュートでいうとライト級っていう名前の65キロですね、はい。へえ、何年ぐらいですか。シュートが2010でしたかね、ベルト取ったのが。でその後シュートの後どこ行ったんですか。戦国。そうですね、はい、戦国の後にシュートに戻ってベルト取った感じですね。あ、そうなんですね、はい。でそれから戦国行ってシュート戻って、それから UFC、 はい。で、あ、 TKO。そうですね、 TKO のが前ですね。 TKO 出てプライド出てって感じなんで。え、プライドも出てる。はい、武士道、武士道、あの1回だけですけどね、その時は名古屋大会の、はい。じゃあ結構でもね、2006年、やっぱだから本当に俺、はい、MMA のこと全然知らないからいや本当 MMA ファイターだから、ここまですれ違いというか、ああ1回も絡んだことがないっていうか、そんな感じですね。そうですね、そうですよね。で、呪術の試合も出てたんですか。そうですね、昔は。え、どういった役が出てたんですか。いや、でもそんな、やっぱ名古屋の大会、名古屋の大会、ローカルはほとんどですね。もう東京には出てきてない。東京1回やったと思いますけどね。何の大会ですか。いや、ずいぶん前なんであんまり覚えてないですけど。もう全然覚えてない。呪術的なキャリアっていうのはどういう感じでやってたんですか。もう普通に道場で練習して帯が上がって呪術は。そうですね、でも呪術好きなんでずっとやってますよ、はい。で、もう試合出てなんか帯が上がるとかそういう感じなくて普通に。あ、でも紫帯までは一応あの優勝してもらって。あ、じゃあ優勝、紫帯どこ、何の大会で優勝したりしてる。あ、その東京のなんか名前忘れちゃいました。東京の大会でしましたし、ちょっとあんまり覚えてないです。で、茶帯から黒帯がそのなんかタイトル取った時にお祝い的にもらった感じ。そうなんですかね、はい。で、呪術はもうずっとやってるんですか。じゃあ子供の頃ずっとやってます、はい。あ、じゃあもうアライブ入会した時から。で、21年目になります。21年あれもうずっともう呪術と MMA を並行してやってる感じなんですね。並行してやってますね、はい。で、呪術的な師匠って誰なんですか。鈴木社長なんですか。え、グリさんですよ。いやいや、黒帯と紫じゃないですか。いや、もうもうそうですけど、こういうこともあるんですね。そう、こういうこともあるから。 MMA と呪術だったら立場逆転するみたいな。あ、そうそうそう、呪術だったら K さんが上みたいな。はい、そういうそんな感じです。 MMA は違いますからね。そうそう、違いますからね。へー、そうなんですね。じゃあここで指導やってるのは、はい、K さんと日置さん、はい、2人で、はい。 K さんもじゃあ指導やってるんですね。まあ、主にもう日置の方ですね、はい。もう毎日、毎日ですかね、はい。で、ここのジムできたのっていつですか。2年前です。2年前で、はい、なんでここの2人が一緒にやってるんですか、はい。どういう関係なんですか、ここの2人。どういう関係ですか。どういうか、もう、ご想像にお任せです。おー、なんだなんだ。なんか隠されてるんですか。隠す、そうそう。いや、普通にあの UFC の時にマネージャーやってたりして。あ、そうなんですね、はい。あ、UFC のぶち込んでるんですか。ぶち込んでます。何ですか、ぶち込んでるって。いや、なんか融資いっぱいぶち込んでます。いや、まあ、K さんってだって飯島くんもなんかレジェンドかなんか入れてますよね。レジェンドじゃなくて、あのレガシー、ね、レガシーだ、はい。あ、そう、なんか、そうそう、なんかレガシーの時に一応いっぱい金屋さん話聞きましたわ。なんか いろんな人といろんな関わりがあるから。飯島くんはあのあれです、あの長谷川健さん関係ですね。あ、そうなんですね、はい。それで飯島くんっていうのが。え、じゃあここが知り合ったのはどういった関係なんですか。どういった資料なんですか。その石間さんが入ったのかな、間確か。そうだよね。でも最初 WEC のオファーの時に。あ、 WEC だ、ね、あ、 WEC、はい、大沢健二だ。あ、そうですね、大沢健二さん出られましたね、はい。WEC あった。そうそう、結局出なかったんですけど、その時のオファーをあの K さん経由でアライブにくれましたね。で、K さんはアメリカ在住でなんでそういう風に格闘技の物価みたいになったんですか。寿司屋ですよね。物価、いや、まあ、もっとそうですけど、物価というか、あのミニモミカと一緒に働いてたんですよね。そうですね、ミカちゃん、そうですね。ねえ、あの子今キャプテンやってるんですよ。ノブですよね。ノブですね、はい。ミカちゃん強いみたいですね、なんかね。あ、一応今紫かな。紫取ったんですか。まだ青だったかな。あ、あれですか。アイザックの生徒ですね。アイザックロードラインの生徒。ああ、そうなんですか、うん、はい。それでなんか流通やってる。僕も、ま、全く知らなくて、もう一緒にやってるシェフがなんかミニモニカとかテンション上がってるから、
あーみたいな、全然そんなに調べてみたら、あ、そうなんやと思って。そうですよ、そうですね、なんかあのジミーっていうゴブリンの黒帯の子がいてるんですけど、うん、その子と、まあ、ゴブリン関係でミカちゃん知ってたみたいで、んでなんかあの世の中狭いなと思ってね。ミカはアメリカじゃ全然知られてないですか。何としてですか、ミカちゃん、あのミニモニアイドルとしてですか。僕は知らないですからね。いや、ミニモニアアメリカで知らないですよ、大体。どうもね。あ、けどほら、だってアメリカとかジャパンエキスポとか AKB とか結構行ったりしたりするじゃないですか。あ、僕がそこに疎いからじゃないですかね。そうなんですね。実力は知ってるか知らないですね。だけども、もう30過ぎてますもんね、ジャンケンピョンも。そうっすね。なんかでも、カラシコスケはね、すんごい、めちゃめちゃ真面目ですよ、あの子は。ねえ、キャプテンやってますもん。そう、だからあの前、あの1回去年の一昨年のパンナムかなの時に取材やらせてもらった時に、もう勉強してテストがあるって言って、昇級テストがあるって言って、日本語できるし英語できるしって言って、だから一生懸命頑張ってました。で、あのミニモ、あのミカもハーフじゃないですか。で、アイザックも、あのアイザックは、おばあちゃんが日本人かなんかで、やっぱ日本つながりで一緒にカラオケ行ったり、なんだりって言ってましたね。へえ、そうっすか、そうっすね。もうね、なんか頑張ってますよね。で、それで、ね、その K さんが MMA の物価になってつながって、はい、で帰ってきて一緒に同時に、はいはい、そうですね、ありがたいことに。なんで一緒にやろうと思ったんですか。いや、僕は帰ってきてなんか一緒にもうなんで格闘技と思ったんですか。いや、格闘技やっぱ好きなんでね。え、そんなに好きなんですか、格闘技。結構長いことをね、長いことをやってますね。ケイさんも何歳ですか。僕今年49になるんですよ。まだ 49! びっくりしないでください。50手前。いや、まあ一歩手前ですね。来ましたね、大台。いや、もう大台も30超えてますんでね、こんなもんですよ、もう50手前。じゃあ、指示を仲間にして道場出そうと思った、その踏ん切りとは。出そうって一緒に寿司やってるやだって鉄板でしょ。いや、そうだって飲むって高級寿司屋行ったことあるんですけどね。あ、でもないです。いや、座っただけで何百ドルみたいなレベルでしょ。そんなならないです、嘘ばっかり。いい、俺高島さん言ってたもん。高島さん一回やってるでしょ。鍵取りにですね、うちの。本当。いや、客じゃないじゃん。客じゃないです、ね、そう、一回行ったら一回行ったらって言ったら、座っただけで何百ドルの世界でハリウッドスターが来るっていう。まあ、それはまああれですけど、わしわしなんで。だってほら、ロサンゼルスダウンタウンでしたっけ。いや、マリブっていうところです。いっぱいある、ダウンタウンにもあるんですけど、マリブっていうところに僕はいました。で、そこに行って、要はアメリカの寿司屋なんて、チャイニーズとかコリアンがインチキしてやってるわけじゃないですか。インチキっていうのはそんなことないですけど、ね、けど日本人がやってりゃそれだけでね、ワンランク上じゃん。ワンランク。でそこでやってるだって悠々自適じゃん。なんでそんなに、こんな大勝負かけたんですか。いや、でも格闘技じゃないですか。格闘技、三輪さんも格闘技でね、あれじゃないですか。もうだからお師匠っすよ、もう。ね、いや、俺だってこれしかできないからですもん。だってなんか5、6角喋るんですよね、ひなさんね。まあ、ぼちっとですよ。いや、それだけやったらあんまりできるし。いや、けど絶対寿司屋の方が手堅いじゃないですか。そんなことないっすよ、言ってるんですか。いや、自分も格闘技ですよ。いや、格闘技がいいっすよね。いや、けどね、代表も毎日言うの失礼ですけど、道場でそんなもん儲かんないっしょ。いやいや、ね、いやいや、もうウィーハバドリームってやつですわ。ルーサーキングスは。そんなにもう俺そんなになんか道場系な、そういうなん、要はブッカーというか。いや、ブッカーじゃないです。ブッカーとか言うと、うん、ブッカー系さんとかね、うん、そうだ、だってブッカー系とかに絶対恨まれてるもん。恨まれてる話させてもらいますよ。石井さんとか、石井さんすごいいい方だなんかと思って挨拶めっちゃしますけど、ね、なんかそういう人たちが絶対疑われてても、いや、そんなことないです。商売敵だって。いや、敵なのなってないんだよ。本当、もう知り合いとか友人しかやってない。佐伯さんが、誰ですか。佐伯さんが佐伯さん一回ディープでなんか選手入れて、いや違う、あれはなんか選手、まあ、こういう話はね、あのね、こういうもうこの場で言えないから、また後で話しますよ。これやめましょう。いろいろ絡むから。それ、あの濡れ衣なんてお願いします。僕本当にね、これあの僕すごい、あの話を基本これね、ノー編集で。本当ですか。面倒くさいから。いや、もう思い出しましたよ、もう僕あれ、あれはね、僕ほんまね、もうまあまあ後で話します。勘弁してくださいよ。俺だって失礼だけど、Kさんはそういう口先さん積んで、なんでやねん。ほら、物価ってそうじゃん。いや、そんな人をつなげるから、まあ、実道じゃないじゃん。だから格闘技ジムって指導やったり、はいはい、要は肉体労働ガテン系じゃないですか。そうですね。あ、
だからそんなそういうイメージなかったんで失礼ですけど、だから格闘技はあくまでもサイドビジネスというか、だって本業の寿司屋があるから、失礼だけど片手までできる、メールのやり取り電話だろうなだろう、ああうっかーとそういう感じです、まあ、メール電話だろうね、現場行ってましたもんね、しかも自費で、いやまあでも出してもらったりしますけど、 USC が出してくれたり国内は出してくれたりするんですよね。あ、そうなんですね、はい、だけど飯島君のやつとかもだって自費で行ってましたよね。まあまあダラスなんでね、自費するのか、まあ、びっくりですよ。だからその自費で、要は変な話コミッションも抜かねえで、そんな手間かけて時間かけて、でしかも自費で払ってそこまで行くって、そのそんな話いいよくないですか、あんま聞きたくないと思いますよ。いやいや、そういう興味はあります。だから軽前田多分呪術界で知られてないと思いますよ。だから高島さんとか、ああいう MM 上松さんとか MMA 寄りの人からしたら K さんはみんな知ってるけど、呪術側の人は誰やねんっていう。でも呪術ずっとあれですもんね、関わってきてるから。そうだから、フェリシアですよね、ジャンジャックとか、ね、フェリシアはそうですね、あのあたり2000年ジョンジャックだ。あとそうだ、俺ゴンカクの最後の仕事のヒーロン、あーン一緒に行きましたね。そう、ね、あれが俺ゴンカク最後の仕事です。あれヘナだ、ヘナだ、はい、最後の仕事ですよ。あーそうです、お越しさせてもらいました。懐かしいですね。編集長ゴン松山と大喧嘩して、もう二度とやるかって言っていや、まあもう大喧嘩しました。いろいろ、ね、あ、最後の仕事を K さんとやってるんですよ。懐かしいですね。そういうところつなげてもらったりして、通訳やってもらって、ね、あの時いらないですよね。いや、あの時でも早口で身振り手振りで、これがホリオン譲りのもうトークスキルかっていうのを、だからもう K さんがいなかったら絶対早口なんだもん、あいつ。あ、早口ですね。わかんねえよみたいな、もう。すごいで、結構なんかアピールしながらやるから、すごいね。あれボディーランゲージ込めてやるから、なんかあれ説得されますよね、あれ。いや、そんな買っちゃったね。そう、だからあれは、あ、そう、グレッシュダイエット、あの本みたいな。だからホリオンも前ジム行った時にみんな集めて本のセールスやってましたから、道着も沈む、パリッとしたシャツ着て、ね、あなたは呪術家ですよねみたいな。グレイシーダイエットの本でなんか全国つつつ回ってやってるんですよね、今ね。今そっちの方に別れちゃいましたもんね、今ヒーローヘナー。ねえ、だからグレイシーユニバーシティですもんね。そうですね、なんかあの家族はね。そう、だからあのグレイシーミュージアムもないですもん。あ、なくなっちゃったんですか。ないです。だから新しいとこ行ってでっかくなって、すごい、ね、で、あの小部屋もいろいろあるんだけど、はい、あそこの一角はもうないです。ああ、そうです。へー、あれか、あれは残念。のヒーローヘナーに習ってたんですよ。そうですよね。いやー、そう、もう最後は僕もそうですね。だから、K さんはジャンジャックですよね。いや、あんまそういうのをライスされると、あって思う。あ、そう、けどジャンジャックの系列の、要はフェリシア王でしょ。で、そのヒーローヘナーに行ってるから、本当にトラディショナルな。そうですね。いやいや、ですね、今はグレイシー呪術の正統派の継承者なんですよ。エディ・ブラボーがホイラー・グレイシーってやる時のスパーリングパートナー。知って、スパーリングパートナーじゃないっす。エディ・ブラボーはスパーリングパートナーじゃないっすよ。2003年のあれですよね、ADCC ブラジル大会ですよね。そうですね。その時決められまくってたんですか、じゃあ。あの時エディだってチャブですもんね。チャブでしたね、あの時ね。はい、もう本当すごかった、練習量すごかった。ジョー・ローガンとかのずっとなんか。あ、そうだ、ジョー・ローガンもそうだ。ジョー・ローガン結構強いんですよ。めっちゃ体柔らかいですよね。じゃあ本当に黒帯ですもんね。いや、本当強いと思いますよ。この回は誰が分かるんですかね。ほんまそうですね。そう、だからこういうのが好きな人はいるんですよ。本当ですか。だから100万出した名前みんなほとんど分かんないじゃないですか。けどそういうのも、だから逆にこれ見てる人たちが、あ、ジョー・ローガンってあの UFC だけど、だから K さんだって俺もそんなにね、寿司屋の人がこういう風にやってるっても俺初めて知るし、多分今回呪術の人たちが K 前でなんでこの2人って、あの、いや、日置初は知ってるぞけど、あの人は誰だみたいな、そこ初めてディスクロージャーされるんですよ。ディスクロージャーされるんですか、ね、けどファイトナイフインタビュー出てますもんね。ああ、道場をスタートの時に、はい、で出てますね。そう、はい、けどその時はもう俺もファイト&ライフもやめてるからその本もちょっと読んでないっていうか、はい、あれはいい本ですからね、読みました。だから本当だから、ここで、うん、帰ってきたきっかけとかそういうのも知りたいというか、いやもうでもね、やっぱよろしいんだろう。でけどじゃあ、はい、けど日置選手は、はい、アライブから独立してアライブの支部としてやらないと、もう自分の名前でやるぞということなんですね。いや、まあ、そうですね。なんでスタートなんですか。じゃあもう、新しくスタートしようっていう。なんで A が大文字なんですか。A と S が。これ深いんですよ、ね。じゃあそれを教えてくださいよ。これ、ブログ内で。あ、書いてる。書こうかなと思って。あ、じゃあここでは言えない。ここでは言えないです。
じゃあブログ読めた。じゃあいつのブログですか。いやもう気が向いた。気が向いたけど永遠に気が向かない可能性あるでしょ。ええー、僕向きますよ、すげえ。本当、はい、気が向いた、もうガッてやるんで。じゃあもうじゃあスタートじゃあスタートっていうのはじゃあ A が大文字の意味があるんですよね。意味あります。だけどスタートの意味はじゃあ何ですか。この下の意味っていうか聞いてください。ですが何ですか。いやもうスタートすべてスタートです。まあ日置初っていうの初っていうのはまあまあ出発とかいう意味のスタート、うんうん、初っていうまあまあそういう、うん、出発のパツでスタート出発のパツのスタートっていうそういう大まかな、うん、それがっていう。じゃあ K も間の前だって M も K も入ってないじゃないですか。ここはあくまでも日置初のジムで。いやいやそんなことないですよ。え2人は両立なんですか。いやみんなのジムです。みんなのジム、はい、みんなのジムですか。フォーエブリバディ。そうです。金屋さんのジムでもありますか。いやそうなんですか。いやいやいや、なんかあのなんかあの変動がなんか変動がなんかグレイシーズフォーエブリバディとか言ってないやつなんかそういう感じです。フォーエブリバディってディスフォーエブリバディそんな感じですわ。だそのそういうブロードな感じ。初めてだ。しかもだって俺初対面だから。ええ、僕あれは知らねえから。こう、いや失礼ですけど、友達の友達やみたいな感じでね。こういうここじゃ MMA と柔術どっちがクラス的に多いんですか。なんかスタートって柔術大会とかで名前あんま見ないの気がするんだけど。ああそうですね、あんまり出てないです。やっぱそ、はい、じゃあ2年間じゃあそんなにまだ試合に出るような人があんまりいないんですか。そうです、はい、楽しくやってます。週何回あるんですか柔術クラス。1,2,3 あの4回ですかね。朝も入れて。で MMA は何回ですか。MMA クラスとしては1回ですね。あ、そうなんですね、はい、でも他の時間に練習したりとかそういう感じで。あ、じゃあみんなで集まって、はい、そうです。プロ連的な。あ、プロ連的なのもやってますし。え、日置さんまだ現役。まあちょっと今プロ MMA は少しお休み中ですけど。じゃあもう指導員として、指導員というか、うん、けどまだやりたい気持ちあるんですか。そうですね、ちょっとまだ分かんないですけど、はい、けども結構もう MMA はもう何戦もやって。はい、そうですね。一段落みたいな感じですか。そんなことない。とりあえずちょっとお休みして考えますけど。なんか MMA って、はい、まあ柔術ってお金払えば大会あるから出れるじゃないですか、はい、MMA ってオファーあって、うん、はい、なところがあるじゃないですか、うん、で自分が出たいってなってもなんかオファーの方は出れないじゃないですか、うん、そういうジレンマってなんかないですか、うん、いや自分はそんなにそういうのはなかったですけど。あんまないですか。はい、でなんかオファーがあっても怪我してるから出れないか練習してないから出れないとかなんかいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、そういうの難しいですよね MMA って。そうですね、はい、で MMA もほらディープもそうだじゃん。プライドじゃなくて今なんて、ライジン、はい、とかあとワンとか、うん、なんかいろいろシュートもそうだしいろいろあってなんか、はい、どこで出たらどこ出れないとかやっぱあるんですか。あんまない。今はないのかな。昔だってパンクラスシュートはだってバチバチだったんですよね。 あの時代はね、ひどかったっすよね。いやね、そまあその辺は計算ね。いやいやいや、そうですよね。まあまあ、でも今はね、なんかそんなところにやったもんなら某番頭から怒りの電話かかってくるときは。某番頭さんですか。ねえ、俺もだってそう、一回あったもん。え、けどディープ、佐伯さんとなんか、なんか香港大会とかなんか、はい、どこされてますよね。マカオですか、覚えてますもんね。アンディとか、そうですよね。だから俺がなんかだその女子選手だなんだのかんだの要はスマック係やってた時に、うん、あスマックなんかっつうと俺 K さんに頼んでたりして当時つてもなかったし。ああそうなんだ。で一回フェルシアだってね日本系グラッピング出てますもんね。スマック二回二宮さんとやってるんですか。あといやあれもやってます。リンリンと中井中井リンちゃんもやってますね。で中井リンが勝っちゃったんですよね。勝ったんですよね。ノギーですね。そうで誰だってなったんですよね。ああでも2004年とかめちゃめちゃ昔ですね。そうですよね、はい、けどまだだって頑張ってますもんねフェルシアね。この間なんか買ってましたよ確か。あ試合ああいや出てた、はい、出てた AGC はまだ出てる出てる出てるやってますね、うん、あの元気ですね。そうでもフェルシアはまだ頑張ってます。だって締め具にも勝ってますからね AGC チャンピオン、ね、あそこですよニュージャージーかニュージャージーですねトレントンですね。そうすごかったっすよね。あれは興奮しましたね。バックチョークで決めましたからね、あの当時、ね、スタートインスタによくコメントくれます。そうですね。ほらやっぱほら K 前だとねフェリシャのいやべったりだべったり。ああまあ仲はいいですね。エイペックスそれも僕は昔所属してた。そうですよね、はい、最後なんかエイペックスでしたよね。
さ、まあ、MMA とかそっちの方はそこでやらせて、エーペックスは MMA なんですか。でもエーペックスはそこの、方がなく、手法がなくなって、うん、それでそこの選手が違うところ出して、うん、そこに所属してやる。で最後はグレイシーだったんですか。グレイシーですね。ジョン、まあ、ジョン・ジャン君とこうちょ行けなくなって仕事関係で、うん、ジョンのとこに家近くやったんで移って、うん、でジョンがテキサス行っちゃって自分なくなっちゃったんで、え今テキサスなんですかあの人。ダラスですね、はい。あで今ね、呪術リーグってやってますよね。あなんかやって呪術ワールドリーグ。あ僕あんま詳しくないですけど、あれどのマーチャントですか。カーロスじゃないですか。あでもな、うん、ヒーローもなんかや、ヒーローでごめんなさい、ヒーガーもなんかやってました。ヒーガーハリウッドでしたっけ。ヒーガーなんかよく言えなかったですけど、ヒーガーよくわかんないですよね。ヒーガーってあいつ有名人と写真撮ってイエーイみたいなばっかじゃん。ミーハーかよと思うよね、あれ。ヒーガーも好きですね。俺らからしたらキアヌ・リーブスすごいかもしれない。ヒーガーの方がすごいじゃん。けどキアヌ・リーブスに寄ってる感がするからあれ見るとちょっと俺悲しいんだよな、ヒーガー、あなたヒクソンとかでやってた人が、ね、なんかそういう白帯のタレ、なんかあとね、アシュトンカッチャーとかなんか、ね、なんか紫バーあげちゃってるなんかして多いっす、ね、いいのみたいな。いや、で一緒じゃないですか、紫帯アシュトンカッチャーと一緒ですよ、同じ系列じゃないですか。やられませんアシュトンカッチャー。僕キムタクにもやられないですよ。ジャンジャック、僕紫にジャンジャックいただきました。でもいや、アシュトンカッチャー同列ですよ。いや、もういつでもいいですよ。みたいな、そう思わないですか。来てくれたらやりますよ。やる、来ない、行かない、来ないから。いやいや、もう多分ね、来ないでしょ、やられるの嫌やから。いやだから間違いないです、行ってやるっつって。いやいや、もう来い、言うとってください。そうだから、ジャンジャックじゃない、そのマチャド兄弟も自分らでその呪術ワールドリーグ始めたり、足のカッチャー勝ち上げてみたり、なんかそっち方面に流れて、なんかマチャド兄弟ってさ、なんか RCJ マチャドみたいな、あ昔のね、ねえ、あれね、ヒーガン・カールス・ジャン・ジャックみたいな、RCJ マチャド呪術みたいな。俺初めて2000年かなんかにアメリカ、99年かにアメリカ行った時に行ったのが RCJ マチャドだったんですよ。あ、へー、どこだか覚えてないですけど、ターナーホールないですかね、多分ジョン・ジャックとかないですかね。あ今ジョン・ジャック LA ないんですか。あの LA の近郊なんで、ずっとそうなんだ、ターズナっていう、ほんと北の方の LA の、あの緑に黄色い ね、あのロゴがかっこよくて、最初あれやったんで、やっぱねえ、ね、あの T シャツ買いましたから俺。ああそうですか、いいっすね、かっこいいみたい、胸ワンポイント、オールドスクールな、オールドスクール、やっぱグレイシーやっぱグッとくる、そう、やっぱマチャドだなみたいな、やっぱグレイシー一家もそうだけど、マチャド一家も一応系列一緒だぜみたいな。そうですよね。いやいや、だってグレイシーでも仲いいですもんね。いや、まあ、よくしてもらいましたね、もう古くは。だから前に、だからそのグレイシーのジム行くときも確か K さんに仲介してもらって行った記憶があるな。あ、そうなんですかね。そうだからヒーローもヘナーもスパーリングしてくれたもん。ああ、いや、あれですよ、あの荒井中君、荒井中君、スローさん、そうだ、スロースもプライベートレッスンだ。だって俺あの時にヒーローに、あ、ヘナーに聞いて、行くから、レッスンいくらとかって、40ドルとかって、あんなグループレッスンお願いしますよって言ったら、具体例があるとかつって、プライベートはどうだとかつって、プライベートはいいかとかつって、いいっすかとかって来た。ほんとヒーローも来てくれて、のフィロンとヘナーと荒井中プライベートで、いくらと払ったんですか。40ドルですね。で、稽古料金じゃないですか1時間半くらいやってくれましたけど、ね、それやったらだってほんとゼロ人違うでしょ。すごいですよね、すごい、うん、荒井、そうだからケイさんとそういう人たちのなんか密接な関係、マチャドとグレイシーを抑えてるんですから。いや、抑えてないですから。僕もアメリカ行った時にいろいろみんな雑誌の企画で、で高島さんがね、そありましたし、いろいろ連れてもらいました、グレイシー。そう、あの時今をときめくあるとブライアン・オルテガっていう USC の、うん、チャンピオンシップやったんですけど、俺チャオビ時代やったんですけどね。へ、三角で決めてますから、ね、すごくないですか。あ、そうなんですね。USC コンテンダーをあんま覚えてないって言ってますけど、ね、ほんで決められた後にヘナがこうオルテガを読んで、ここでいろいろ喋ってたのが、いや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 、ね、ジャパニーズ、ジャパニーズに何やってんだそんな感じでした、ね、一括入った、なんかいろいろなんか入ってこむで言う、なんか言われてましたね、なんかね。あとその時オルテガあれやったんで、まだでもそっからガーって上行ってね、ちゃんと。そうじゃ、グレイシアアカデミーって前俺行った時はあの人いたんですよ。リョウと町田、はいはいはい、リョウと町田、はい、町田リョウと、よくわかんないけど、はいはい、リョウと町田もいたし、はい、あと誰、なんか MMA の人もいましたね、ロンダ・ロージーとかもいましたから ね、そうですよね、結構みんなあそこだから、普通の呪術、ただ呪術やるだけだったらいろんなところできるけど、あそこしかないものって絶対ありますよね。
ああそうか、思います、そうなんですか、ね、なんかあそこだけはまだ呪術ってもう全部情報公開されてて何でもあるじゃないですか、けどグレイシー呪術の飛中の日だけはなんかあそこ行かないとわからないみたいなとこありますよね、ミステリアスさが。あないのかもしれないけど、あそういうなんかそういうのはなんか持たせますよね、それはまだそういう特別な場所ですよねあそこ、うんうん、けどもうトーランスはトーランスなんですよね。ああ、まあ、場所はあそこじゃないんですよね、あそこのアルテシャブルーバーで、ね、アルテシャブルーバーですね、はい、あそこじゃなくなったんですよね、あそこのヒーローのエナーオルテガは違うとこに、うん、前のグレイシーの本部があったところに移ったのかな、僕 もうこっち帰ってきたの話なんで、うん、もちろん分かんないですけど、うん、それであそこもだってもうトーランスって言ったらなんかグレイシートーランスどこですか、あのハリウッドどこでしたっけ、トーランスって LA からちょい南ですね、うん、ちょい南であのロングビーチのちょい北になります、そう、あのあそこなんて、うん、もう一個あるじゃないですか、ハリウッド、ね、ウエストハリウッドどっかにあるんですか、ウエストハリウッドとかショーン・ウィリアムスとかやってるところですね、もう一個とあのグレイシー呪術ありますよね、ビバリーヒルズか、あのヒーロンがやってるところですね、そうですよね、はい、2つだけですもんね今んとこ、2つですねヒーロンがあのとこ、なんかそういうなんかグレイシー呪術には非中の火がある感じはありますね、なんか隠されてるものがあるような幻想はありますね。だってヒーローヘナだったら K さんに教えてくれそうだもん、なんか俺に教えてくれないけど、いやことないでしょう、ね、いやそんだけ仲良くやったらスロースに教えたってあんな3日で忘れるでしょ、いやグレイシーといえばマックさんでしょ、ああ直系ですからね、直系なんで、ね、青帯をもらったって言って、はい、ちょっと紫ですもんね、あそうか間違った、僕はもうグレイシーから帯もらったんで、マッチョン・ジャック先生とか、じゃあマックさんが青帯で、そうですね、マック先生とかまだやっぱし絶対に誤信はやってるらしいですからね、うん、あと絶対にカル・コウイチロー、カルさん、あ、僕分かんないですね、あカルさんもあの青帯を確かもらってんじゃなかったかな、なんかグレイシーなんか サーティファイドなんたらっていう CTC っていうのって多分日本に一つあるんですよね、へー、はい、あのなんか査定クラスみたいなオンラインのやつでの、うん、それオンラインか実際にとったら分かんないですけど、その人がのグレイシーの CTC のあれを掲げているのをどっかでやってるはずですよ、人は青海の方ですけど、こう覚えてます、あの水戸道場の水戸さんっていう人が、あの当時2000年にホイスが日本に来てた時に、やっぱ俺ヒルトンホテルとか行ってホイスっつってサインくれみたいなところで知り合った日本人の方がいて、その人も青帯をホイスもらってるんですよね、あへ、それが大阪の人でしたね、水戸道場、あ僕多分それだな、それ見ました、載ってますもん、ホームページ多分その人、その方ですね、はい、もうその人はもう全然もう呪術やられてないみたいなんだけど、けどグレイシーだからホイスの付き人じゃないけど、だからホイスとか来るといつも水戸さんが日本のアテンドをしてた覚えがありますね、2000年ぐらいの時、ああもうねすごいですね、そういう流れがあって、うん、じゃあここはじゃあそういうのも流れがあるじゃないですか、そうですよ、いやでも僕はなんかなんていうんですか、なんかお世辞抜きでもないですけど、僕はいろんな方にね、指導を受けましたけど、うん、本当にでもやっぱ日置の指導ってやっぱ細かいと思うんですよ、で さっきもちょっとテクニック指導やってもらったけど、はい、なんか本当は教えたくねえみたいな、はい、いやそんなことないですけど、なんか動画出したくねえとかっていうか、指導っていう学びたかったらやっぱ来てくださいっていうのはやっぱありますよね、うん、伝わらない部分が、確かに、はい、そういうなんかよくみんな今 SNS なのなんだろうかんだろう、結構自分 で、自分のねセルフプロデュースでテクニックの動画出したりするじゃないですか、ね、やっぱ出してないですもんね、うん、やっぱそういうのはもう道場で教えるものみたいな、まあでもそうですね、いろんなとこから来てくれますけどねみんな、うんうん、はい、でもそういうチームみたいなのがずっとあるんで、あんまり大きなに出したくない、出したくない、そうですね、まあ自分を慕ってくれるチームのメンバーがいるんで、そこに入ってくれればもう教えいつでも教えますし、うん、はい、じゃあ部外者の教えねみたいな、いやそんなことないですよそんなことないですよ、出稽古の人にも教えるのは、いや全然教えます、あ、はい、もう全然来ればいい、全然教えますし、あ、じゃあけどここも5年後10年後にあそこにしかない技術があるってことになる可能性を秘めてるってことですよね、だからそういうの出してないんだから行かないと学べないわけじゃないですか、でもグレイシーがもうそうだと思うんですけど、うん、やっぱり僕もMMA の子たちいっぱい来てくれますけど、いろんなところから、うん、まあ、グラップリングの選手連みたいなのもやってますけど、もう組技ってグレイシーがそうだと思うんですけど、うん、コンペティション呪術だけじゃなくて、うん、組技全般を教えてますので、うん、そういうところにはしたいですね、
もう義も農技も関係なく、関係なく、じゃあもう道着を着ててもヒールフックやっちゃうみたいな。いやそれは違う、そういうのやらない。あ、それやらない。あくまで義を着て、だから全部伝播だって言ってたから、そういうもん、そういうことなら義を着たら IBJJ フルール的な、まあ、そうです、基本はそうです。外掛けはやらないとか、スラムもやらない、はい、やらない。でもフレッシュあるじゃないですか、スラムとか。あ、でもそういうのにもう対応できる。そうです、そういうことです。全てのテクニックを、組み技全般のテクニックを分かってる人間になりたいです。その柔術のルーツっていうのはアライブなんですよね、うん、アライブ、まあそうですかね。でそこからどういうふうに自分の技術を構築していったんですか。自分でいろんな、あの先生とかの海外とか行って教わったりなんだって、はい、あ、それもありません、はい、そうですね、結構いろんな人に影響は受けてきましたね。で自分で自分のスタイルっていうのをもう作り上げてると、はい、自分のスタイルだと思います、はい。でもそれ MMA でも、あ、はい、まあ、失礼ですけど、はい、全然俺知らないんでごめんなさい、はい、MMA だとストライカーなんですか、グラップラーなんですか。いや、もう全部やる方。じゃあもう、はい、打倒局、打倒局、はい、シュートか、そのシュート、はい、あ、もう全部、じゃあオールラウンダー的な、はい、のつもりではいましたけど。じゃあもう先生的にはノックアウトとサブミッション、どっち多いですか。サブミッションの方が多いと思う。あ、ほらやっぱりじゃあグラップラーじゃないですか。そんなこともない。グラップラーって言われるのはちょっとカチッとくる。いや、別にそんなことないですけど、はい、トータル、はい、トータルパッケージ、トータルパッケージ、パッケージですか、はい、なんかそういうプロレスだよね。いや、じゃあ、じゃあサブミッションも、はい、やっぱサブミッション、はい、じゃあ MMA を試合するときには、はい、もうサブミッションを狙ってノックアウトを狙うとか、そういうのはあるんですか。特にはあんまり、特にはないです。じゃあ相手に、はい、相手のウィークポイントを攻めるって、じゃあそれこそ全部の局面で全部やるぞみたいな。そうですね、ここで教えてることそのままですけど、うんうん、コントロールしてフィニッシュに近づいていけっていう、ただそのシンプルな発想です、うん。そのフィニッシュは別にサブミッションだろうがノックアウトだろうが、はい、判定狙いでもいい、はい、コントロールしてフィニッシュに近づいていく過程でポイントは取れていくものなので、うん、判定でも勝てるっていうのが、まあ、呪術グラップリングの試合でも、うん、MMA でもあるべき姿だと思います、ね、うん、まあ、そうよく言うじゃないですか、はい、だって決めの腕十字だってサイドポジション取らなきゃ決まんないわけだし、はい、そうですね、でサイドポジション取るってことはパスガードのポイントが入ってることだし、そうです、そうです、はい、でも本当だ、それはそこも当たり前の話ですよね。マーショー・フェイトーザがそうやって言ってましたけど、うんうん、多くの人は俺はポイントなんか気にしない、サブミッションを狙うって言うけど、うん、その多くの人はトーナメントで勝つことができないって、うん、だからポイントも大事だみたいな話も、うん、でも結局つながってると思うんで、うん、コントロールするっていうことはポイントになりますし、ポイントを取るってことはフィニッシュにもつながることだと思うんで、コントロールしてフィニッシュにつなげていく、うん、で逆のディフェンスに回った場合はコントロールされないようにしてフィニッシュから遠ざかっていくっていうのが、うん、もう、あ、相手のフィニッシュから遠ざかっていく、はい、それが格闘技の基本だと思いますので、それはもう柔術だろうが MMA だろうが、まあ、それこそ三本だろうがコンバタリスも、はい、全部一緒っすもんね。そうですね、それは原理原則というか、はい、はい、そうですね。だそれをじゃあもう日置発っていうその人が作り上げたものをここでみんなに教えてると。そうですね、はい、じゃあそれこそまさにここでしか学べないものだと。はい、まあ、自分だけは教えてるわけじゃないんで、うん、他の先生とか、まあ、やってるけど、そこだともう日置発ブランドなわけじゃないですか、はい、スタートは、はい、そこでもうみんなでその共通の理念をシェアしているというか、はい、そうですね、そこに全てがまずはそこの原理原則を大事にって感じですよね、はい。そうですね、原理原則は大事にしたいと思います、うんうん、でもスタイルは全然自分のコピーを作ろうなんて思ってないんで、いろんなスタイルがあっていいと思いますし、さっき言ったコントロールしてフィニッシュに行く過程は、うん、そのプロセスはものすごくたくさんのものがある、うんうん、まあ、今柔術でもそうじゃないですか、うんうん、すごくたくさんのものがあるんで、いろんなエッセンスを取り入れてやっていけばいいと思いますし、そこはもうフレキシブルに考えてますんで、まあ、だから今度過去選手のセミナーもやるんですけど、うん、ああもうモダン柔術的な、はい、もうでいろんな先生、まあ、実際ここもすごいいろんな方が来てくれてあるんで、うんうん、いろんな先生のセミナーやったりとか、まあ、いろんなそういう練習会とかのでいろんなエッセンスを取り入れて、うんうん、まあ、それぞれのスタイルを作っていってもらえばいいかなと思いますね、はい。 K さんは指導でやれてる時どういうことを教えてるんですか。やっぱり嬉しいですか。いやいやいや、もうセルフディフェンスです。いや、そんな、いや、あ、セルフディフェンスあるんですか。
セルフディフェンスもセミナーもやりましたし、まあ、そこまで、あれですけど、要望があればいつでもやっぱ自分もやってる、はい、まあ、やっぱり柔術イコールセルフディフェンスに行き着きますからね、最終的にはね。ポイント、そう、なんか競技、今ね、競技柔術と、まあ、いろいろとあるけど、まあ、セルフディフェンス、セルフディフェンスって、あれも柔術ですもんね。もうやってないとこもいっぱいあるし、やらないのが普通になりつつあるけど、やっぱセルフディフェンスも、まあ、MMA やってる特にそうですもんね。あ、そうですね。パンチのかわしだの、なんだろうって、あれ、グレッシュ柔術でもやりますもんね。あ、やりますね。コンバティブっていう白から青にやるときとかで絶対必須ではありますよね。ね、で、よく言われてる、行かれてたアロージョンとこ、はいはい、あ、絶対やってますもんね。やってますね。あ、もうあそこも、まあ、オールドスクールじゃないですか。ですね、ザ・オールドスクールですね。だから、まあ、もう昔のいわゆる本当オールドスクールの流れっていうのは、ね、なんかやっぱ、なんていうんですか、グッとくるものはあるんですけど ね、言い悪いとかって別にして、ね、そうそう、だからもう柔術もこんだけいろんなスタイルあるから、もう人それぞれじゃないですか。その人がやりたいことをやればいいと思うし、押し付けることもないんで、もういいですよね、それは、ね、いろんなスタイルと、まあ、まあ、柔術は柔術ということなんですか、ね、そうそう、だからもう全部ひっくるめて柔術です。だから MMA、うん、で極論ちゃうけど MMA だって柔術の一部分だと思うし、うん、でそのブライアン・オルテガ、はい、だってグレイシー・ジューツから出てきた MMA ファイターですもんね。きついっすよね。でしかもだってあれですもんね、そのヒーローとか変なセコンドとかついちゃうんですか。ついてますね。そう、ほら、だって UFC だってグレイシーが作ったんですから。原点回帰ですよ。この間クロンだ出てるし。そうですね、クロンちょっと原点ありますよね。やっぱ UFC にはグレイシーがつきものなんですよ。そんなことない。いや、僕みたいなやっぱ古いっていうか、ね、UFC1 から現地でね、え、現地行ってるんすか。現地、テーブルで見たんですけどね。現地がアメリカにいて。あ、もうその頃アメリカにいたんすか。そうです、ってコロラド州デンバー。デンバーのですね。アトジマーソン。なんかワンパンチね。ねえ、ありましたよね。ありましたね。あれ、で、強力の文字ますよ。93年でしたっけ。93年ですね。その時何歳ですか。93年っていうことは何歳ですかね。中学生ですかね。中坊、あ、見てました。ああ、見ました。それも、あれぐらいから興味持ってましたもんね。プロレス好き？プロレスじゃなくて、でも MMA の中で。もうその時からもう、じゃあ、あれだ、もう格闘技っていうものがそんだけあった時代の人かもしれない。はい、俺らの時は、プロレスの中に格闘技があったんですもんね。UWF とかね。俺らはね、俺らの時はそうですもんね。格闘技ってものはまだ手探りだったんですもんね。ね、でも僕らもそうですよ。やっぱ、うん、最初アライブでヒクソン高田戦とか一緒にみんなで見てましたけど、あ、はい、98年、うん、あ、ヒクソン、あれ97かな。そうですね、2回目が98かな。あれが後悔を重ねた 10.11 ですよね。いや、覚えてます。いや、覚えてます。衝撃でしたから。衝撃でヒクソンのね、この話ほとんどの人にとっては暗号ですよね。いや、バリジャパン、やっぱバリジャパンっすよね、ヒクソン。あ、そうそう、バドスミスね。バドスミス、懐かしい、バドスミス。あと、あれ、ボブスレーの人。あれ、ボブスレーの代表の人。ドキュメントで。そうそうそう、王者の真実、日本タイトルは。あれ、DVD 化されてないですから。あ、そうそう。日本語版。海外だと、あるけど。チョークですね。ザ・チョーク。YouTube ありますよね。けど、日本語版ないっすよね。字幕 YouTube で押しませんでした。あ、あるんすか。確かに字幕入ってた。俺 VHS 持ってますから。 VHS ね、僕も VHS なんかコピーしたやつあります、ね、いや、あれはね、ボブスレーでなんかね、最後ね、持ちかけるんですよね。半々でどうだみたいな。半々ですか。そうそう、でも危険するから賞金半々でどうだみたいな。懐かしいですね。シュートになど出てましたもんね。そうそうそう、ね、なんかね、で、ね、控えたホイラー怒るみたいな。なんだあそこはこうやらないんだよ、まあ、今やめてくれみたいな。首のマッサージやってくれみたいな。あ、でもやっぱり生々しいみたいな。奥さんも出てましたもん ね悪がけっぷりだったね。いや、なかなかいいですよ。いや、あの時代と話し合ったわ。いや、この話だと長くなるんで。こうなったらずっと終わらないと。マジで終わんないです。いやいやいや、誰も分かんないです。誰も分かんない。こういう話をね、好きな層はいるんですよ。いや、そんな BGM いるんすか、これ。だってね、日本でね、今何万人柔術やってる人がいるか分かんないですから。たかだか1000人もいかないような人たちが、工事家たちがちまちま見てるのがこれですから。そういう人たち刺さればいいんですよ。もうそういったもうミニマムなメディアなのに。そこだけど、スタート、さっきの原理原則だって、なんだって日置八の言葉が刺さる人もいるし、いや、俺も初めて知ったし、日置八
俺の中でも MMA では全然関係ない人とかだったけど、うん、やっぱ柔術もそういう風に考えてるとか、うん、そういうのもいろいろ知れたのはすごい今日来てよかったと思うし、いやでもまた金鋭 BJJ がまたドカンっていくじゃないですか、ドーンと金鋭大してますよ、ガチってやりますからしてますよ、お楽しみしてください、お楽しみください、はい、じゃあそんな感じで終わりにします。最後になんかこのスタートジャパンの宣伝をお願いします、はい、スタートジャパンの宣伝、はい、あ、ここはもう県前だから、県いや世界の県前、そうですよ、本当世界繋がってますからね、繋がってないですか、いやいやけど繋がってるでしょ、タイトル持ってるし、でこっちは呪術側のジャンジャックだな、ジャンジャックが日本来たらセミナーやるでしょここで、いやね、来たら県だ、スポンサー募集してますんで、ヒロだヒロだっつって、お県前だ来たぞっつって、スポンサー募集してますんで、いろいろお願いします、ね来るでしょ県さん、いやだって俺だってね、名古屋来たら K さんのとこ行こうっつって来たんですもん、いやもう K さん経由で知ったんですから、友達の友達ですから、はい、ここ友達じゃないですから、こういう感じ連絡友達になってください、これを機にほら知り合ったけど、はい、今までは全然そういう人だったから、ほらこうやって K さんをコネクションとしていろんな人につながっていくのすごいいいことだと思います、いやいやもういろんな人がいろんな人だよね、こうやってだって出しもだって来てますよね、はい、ああそうですね、今頑張ってます、はい、この間なんか、ね、出たあ今日ね昨日です、あですか、ブラジルエール出て、そうですよね、負けちゃいましたけど、あだからムンジャル出たり、だって出しもだってもう最初からもうだからケイさんとね、あもうあそこですごいですよね、行き来してる、でそういった人ともだって日本代表で柔術家ともつながってるし、そういうヒーローヘナとかもグレッシュエリオ直系のエリオの孫ですから、そこでもつながってるし、それこそだってただ生徒ですからだからヘナの奥さんイブトーレスでしょ、ダブルダブルスーパーズディーバーディーバーでしょ、ディーバーダブルダブルディーともつながってるんですから、ディーバーとすごいじゃん、ディーバーとつながってないですけど僕全く、いやわかんないこともないですけど、浅田見かけたかないって、いやけどどうだってエディブラボーだってつながってるんだし、いやいやまあエディはまあまあね。時代ほらほらエディーがつながってる人なかなかいないでしょ、いやおるでしょ今、そうかな、そんなことないですよ、もう俺がテンスプラネットだってテンスプラネット名古屋に名乗ったっていいぐらいでしょ、よくないですね、そんなことない、全然なことないですね、分かんないけど、まあまあ、けどまあまだ紫ですよね、あまだまだペペチャービアならないですか、あでもまだまだもう何年いつですか紫もらったの、なんかたまに試合に出て気づくと負けてて、いやーなんか、だから俺写真撮ったことないんですよね、ケイさんも、日本でなんかやった、僕最後にやったのはアジアチコっすよ、確かいつの、めっちゃ昔ですね、覚えてないですわ、たくみさんと東大阪の南さんと3人でなんかつるんでましたね、その時あ、東京でやった、東京でやった、隅田だったんだ、東京っすよ、ね、はい、あの時にご一緒させてもらって、あと、いやけどパンナムにも、いや今から出ましたわ、アメリカ話ですか、で、ま、そうで、あそこでウェイティングのところ待つじゃないですか、じゃあ頑張ってください、ね、何番待ってですねって言って、けどいろんなこと言って、いや負けちゃいましたって、あれ見たら一回ね、一回ね、あのね、あの覚えてます、昔めっちゃ声がいい、あのアナウンスしてる、なんかあの、見なくなっちゃいましたけど、トニートーレスで、あの人の声ずっとなんかすごい、もうなんか名前聞こう、聞いとこうと思って、なんか僕名前聞けなくて、一回あの DQ されてましたね、DQ あれ試合ねとかつってだからこれ計算でしょ、俺多分俺見たことないんじゃないかな、あるかな、いや出てないっすよ、でけどマークさんアダルト出てましたもんね、僕基本アダルトして出てなかったっすね、そうなんでって思ったのチャレンジャーだな、だって MMA 出てますよね、いやもうキム・ブスケッジ出てますよね10年ぐらい前なんですよ最後の MMA、そうなんかそれ最後のってことで、何回も出てんの、いやいやもうえ、じゃあシャードック出てくるんですかもういいっすからえ、本当いやいや、もうアンダーグラウンド多いんでね、放送してダメ、放送ダメですよ、あ、ダメなんだ、いろいろあるな、ケイマ、あ、じゃあスタートのお願いします、あの、はい、ジューズプリーズとご覧の皆さん、違って BJJ ウェブだって、ね、BJJ ウェブ、まあ、違って、ね、橋本ケイマプレゼンツ、あれ、スポンサー違うんで、あ、そうですか、申し訳ない、はい、スポンサー違うんですけど、すべて一つ、金谷さんの、ありがとうございます、はい、すべてです、お願いします、重鎮なんで、名古屋、西区ですね、愛知県名古屋市、西区、新道 2-4-3 ですね、お肉屋さんの隣で、最寄り県、どこですか、最寄り県は、岐阜ですね、あ、最寄り駅、浅間町っていう鶴舞線っていうところがありました、あと名古屋駅ですね、あっか徒歩でね、うん、走ったらね5、6分で着くですね、お歩いても15分ぐらいですね、そうボルトやったらもうあの3分っすよマジでなかなかボルト日本にいないと思いますけどええー、それぐらい早いじゃん、千日線、
鶴舞線の浅間町っていうのと、あ、国際センター駅っていうのがすぐ南にあって、はい、そこから本当にガチで徒歩6、7分ですね、うん、僕やったらガチだったらもっと早いです、ガチだったらもっと早いです、僕なんかもう名古屋ってあのなんかちょっと終わるって言っててまだ終わんないけど、なんか名古屋って結構道場いっぱいあるんですか？いっぱいある、いやでも東京とかに比べたら全然、全然名古屋駅付近にいっぱいあるんですか？そんなでもないですね、名古屋駅付近なんて名古屋駅はあんまないですね、住所だったら近いんじゃないですか、ここが一番名古屋、あ、けどほらここ日本人のやってるところじゃない、だからブラジル人のジムのイメージがあるんですけど、そんなことない？なんですか、初めて来ますね、三河の方が多いですね、三河、はい、三河市、三河、愛知県の、はい、東側の方はブラジル人、工場、そうですね、トヨタ系の関係で、そうそう、なんか、名古屋っていうと、なんかブラジル人の道場が多いなっていうイメージあるけど、ここブラジル人はあんまりいない、ブラジル人はいないです、ね、ほぼいない、もう日本人、だからそのブラジル人の方もブラジル人が集まるし、はい、こういうところにやっぱり日本人、でも K さんをしたって外国人はちょいほら、そういうわけじゃないですか、英語できます？いやもうできないです、ね、できますよ、計算します、そうだからやっぱりイングリッシュスピーカーが一人いると違いますよね、あそういう対応だって入り口 で、ねね、日本語しかできないんじゃいいやみたいなけど、一人いりゃ あそうです、ね、いるんだ、受付もできるし、じゃあシステムだって説明もできるし、やっぱ違いますよね、海外の方結構最近入会とかで稽古も来ていただいたりとか、それはありがたい、じゃあそこにだとヒロンとかヘナと一緒に並んでる写真とか飾らないですか？なんかミーハーっぽくてどうかなと、いやそれこそじゃ師匠のジャンジャックか、ジャンジャックってヒーカーがそうじゃないんだ、アストンカッチャーみたいな、はい、アストンカッチャーって僕と同じようですからね。それも切なくなるんで、そんなことないですけどね、師匠ディスるのちょっとある、そうそうそう、だから師匠ディスってないですから、僕ディスってないですから、ヒーガーさんディッシュ師匠じゃないんですよ、僕大体グレーシーなら、グレーシーなら全部一緒みたいな、マチャドは全部一緒的な、はい、全てはグレーシーですか、グレーシーです、先生お願いします、あ、というわけで、駅からすごく近いんで、ちょっとまだ全然もう新しいですね、あ、そうですね、綺麗くなってる、白、真っ白で、AOJ かと思う、あ、AOJ、もう AOJ がちょっとで、この緑がね、このロゴも緑だし、はい、わざわざこの撮影するって言って、この緑持ってきましたから、はい、僕ら空気綺麗くしてくれる、ね、なんか健康にトレーニングできますね、こういうのも、だから格闘技ジムの、だから格闘技っていうか、なんかフィットネスジムみたいなクリーンさがありますよね、格闘技ジムってちょっと、あ、で、ほら、この蛍光灯の数も多いじゃないですか、あ、これも LED ですよ、これ、あ、そうなんですね、はい、電気代節約、虫が寄ってこないからさ、あ、そうなんですね、だから綺麗にトレーニングしていただこうと、すごいなんか明るくていいと思いますね、で、あそこもだって、あの吹き抜けで、あ、路面店路面店っていうんですか、はい、だから道路に面してるから、すごい、まあ、風通しもいいし、はい、いいですよね、ぜひぜひ、はい、お気軽にお越しください、もうここでしかない技術は絶対あると思いますので、名古屋に来た際にはぜひぜひ、出稽古受付してますね、はい、おいくらですか一回、あ、ホームページは詳しくは、じゃあホームページを見ていただくということで、はい、ホームページはスタート MMA.com です、はい、お願いします、ぜひぜひこちらの方、名古屋に来たら来ていただきたいと思います、ありがとうございます、しかも小風呂もありますしね、あ、はい、そうですね、はい、小風呂もお買い物して、こちらで出稽古して、もう隣もお菓子のお菓子丼屋、あ、それね、お隣、あ、そうなんですね、こっちがお肉屋さんで有名な、もういろいろもうヤバトンもありますしね、ヤバトンもありますしね、店もありますしね、店歩いていきますね、すごい、ね、はい、すごい、いっぱいありますから、この辺はいろいろありますよ、手羽先もありますか、手羽先もあります、手羽先何でしたっけ、あれ手羽先、あ、下がね、フーライボーですか、あ、そうだ、フーライボーだ、フーライボー、あ、山ちゃんもありますね、山ちゃんもあります、はい、ぜひぜひ名古屋名物といえばスタートジャパン、よろしくお願いします、ありがとうございます、はい、じゃあそんな感じで、はい、ありがとうございます、 VCS プレゼンツ BJJ ウェブ橋本喜也でした、スタートジャパン広木初です、あ、スタートジャパン、あ、かぶっちゃいました、スタートジャパン前田圭です、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。